夏に汗だくで汚い姿で配達している人を見て以来、ウーバーイーツが頼めなくなった。居酒屋で店員さんの指がビールの瓶の口に触れていたことを理由に、新しいものに取り替えさせた。除菌スプレーを常に持ち歩き、打ち上げなどで行ったカラオケでも、部屋をきれいに除菌し、掃除までしている。松本人志の自宅を訪れた際、出されたお茶のコップが気に入らず、お茶のコップを洗い直した。焼酎のグラスから水滴が落ちれば、すかさず水滴を拭いていた。今田の家には今田ルールというものが多く定められていて、キッチンに入っていい人があらかじめ決まっており、ガサツな人は入室禁止。使い終わった食器などはピカピカになるまで磨き、決められた場所に片付け、出たゴミはすぐマンションのゴミ捨て場に持っていく。さまざまなものの定位置も決まっており、グラスや鍋の定位置はもちろんのこと、テレビのリモコンまで大きいものから順番にテーブルの定位置にきちんと並べておいている。お風呂の水滴も完全に拭き取らないとお風呂から出られないほどの潔癖と自分で語っている。